皆さんこんこにちはお金を前へ人生をもっと前へをミッションにすべての人のお金の課題解決を目指すマネーフォワードです皆さん向けには会計ソフトバックオフィスハースをイメージする方も多いと思いますいや正直今さら会計ソフトみたいな方もいらっしゃると思うんですけれどもたくさん世の中にもあるじゃないですか正直違いって何ですかいやまあもうわからないから周りに合わせようかなそんな方が多いと思います正直 だからこそ今日はただ会計ソフトを入れてくださいってお話じゃありませんなぜならここにいらっしゃる皆さんには共通点があります共通点こちら成長成長したいからこの3日間来たんですよねだからこそマネーフォワードがあなたの成長にどう貢献できるかをお伝えしたいその7分間にしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします会計 会計の人材のプロと聞いて思い浮かぶ方々会計者税理士さんいらっしゃると思いますこの方々が普段何の会計ソフトを使いかご存知ですかこちらいろいろあるんですけど実はマネーフォワードがナンバーワンになりましたこちら船井総研さんの調査によると会計事務所においてマネーフォワードクラウド会計がなんとシェアナンバーワン45%使われるようになりましたこれはクラウド型はもちろんパッケージ型も合わせた合算の記録になっております いわゆるプロの会計人材も普段使っているような状態になっているということですそしてもう一つマネーファード12年目を迎えましたが昨年売上300億円突破することができましたまだまだこれからも成長しておりますそしてこの売上規模会計業界リーディングカンパニーといえばやっぱり弥生さんですよねその弥生さんを上回る売上をついに発表することもできましたありがとうございますこんな事実知らなかったと 意外な事実に ICC のボスのマッサンもびっくりでした。いや、正直、マネーファードそうだったのいや、知らなかった。いや、そうですよね。まあ、皆さん、大体そうおっしゃるんですよね。じゃあ、なんでマネーファードがシェアナンバーワンになれたのか、紐解いていきたいと思います。そこには共通点があったんですね。こちら、複式簿記です。皆さん、これ、マネーファードクラウド会計のデモ画面見ていただくと、複式簿記の形で構成されているんです。 これ、皆さん、パッと見ていただいて、あまりピンときてない表情、あられると思うんですけども、これ、経理の方が見たら、しっくり、見慣れてるんですね。だからこそ、使いやすい。そして、皆さん向けに、こちら、経営会談の一つ、人にもフューチャーしていきましょう。皆さん、成長したいからかタイミングタイミングでいい方、採用したいですよね。例えば、上場企業を務めてた、IPO 対応経験者とか、ある程度の理想、あられると思います。 その方々いわゆるスーパー経理の方々は今まで一生懸命学んだであろう複式簿記の形を踏襲したのがこのマネーフォワードクラウド会計なんですそれをピュアクラウドで提供しておりますだからこそそういったスーパー経理の方が即戦力で活躍できるもう管理部門の採用の強化にもうってつけなんですマネーフォワードならまとめると経理の方はキャリアアップも可能 そして経営者であれば成長をスムーズに加速することもできるんですまさに一石二鳥こんな事実マネファードだから選ばれているのかマスさんもまたびっくりしたんですよ、はい、とはいえバックホーム室において人の採用正直大変ですよねいや ああなたに言われるか,な分かっ分てまますすよととといいうところももらる思でご安心くださいマネーフォワードはあなたのバックオフィスを全面的にサポートする環境を作り上げましたマネーフォワードには公認メンバーと呼ばれる全国各地に企業を伴走する会計事務所の方がたくさんいらっしゃいますその他にもグループ会社には導入のご支援をサポート BPO サービスそして経営の改善までもサポートするような形もございます だからこそ、マネーフォワードクラウドをスタートに、あなたのマネーフォワードをサポートを全面的にサポートいたします。そんなマネーフォワードクラウドは、おかげさまで10周年迎えることができました。ありがとうございます。代表の辻も、新卒最初は経理でした。だからこそバックオフィスの方に寄り添ったプロダクト作りをしているんです。そんなマネーフォワードクラウドの強みは、複式簿記の他にも2つお伝えします。1つ目こちら。 プロダクトラインナップを一気に拡大しました2020年以降 IPO 対応中堅企業様も含めてプロダクトを一気に加速しております2つ目こちら課題に合わせて製品を追加することが可能です ERP ってまるっと変えないといけないですよね正直負担なんですそのお声安心してくださいマネーフォワードは今使っているソフトと一緒にまずは1製品1製品から導入することができるまさに課題の,う、ね、うあの埋め合わせをできるようになっています こちら例えば今日参加していられるテンシャルさんですね成長に合わせて年々プロダクトを追加してます月次決算最初10営業日ほどかかってたプロダクトを追加してなら効率を測って今では月次決算5営業日早期化に成功しましたその他にも多くのスタートアップの企業様にご利用いただいておりますぜひ次回のカタパルトの時は皆さんのロゴも掲載させてください そしてここでホットニュースです。真ん中にあります、ソラコム様。こちら、ICC サミットの開催の2月20日の時にですね、グロース市場に上場承認が降りたようです。この場を借りておめでとうございます。このように上場前、上場後も一緒に後押しできればなと思っております。そして未来へ、マネーフォワードに蓄積されたデータを、これはうまく活用していきましょう。そのデータをうまく活用して資金繰りの改善、 そして支払い業務の効率化あらゆるファイナンス面も課題も解決していきますもうここまで話したらマネーフォワードを導入しない理由が見つからない5年後売り上げ1000億円を目指していきますなぜここまでするのかすべての人のお金のプラットフォームになるを掲げているからですでも険しい道のりですだからこそここにいらっしゃる力強い皆さんの力を貸してください スタートアップ、ムービングフォア o トゥギャザー私たちはスタートアップ企業を応援し共に挑戦して前に進んでいきます一緒に産業を盛り上げていきましょうご紹介遅れましたマネーフォワードのエヴァンジェリスト、デンデンです。